我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。新閣、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの二つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、新閣、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。縛られてるな。それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブ、ホクトもいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百聞さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家不浄石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家不浄石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。
そうだ、紹介しよう。彼女はリーユへの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そう、かしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら三人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか？いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼女の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ？ははん、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、3人の需要を一気に満たせる。そうだろう、ウン先生？はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について、こっちはもう手がかりを押さえてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエ港に戻って、艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても、私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ？実は今新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの審美眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を神女壁館と言います。